YouTube をご覧の皆様、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業三崎です。今回ご紹介させていただきますお車、こちらになります。はい、こちら新車ハイエース版スーパー GL ダークプライム2、そして RE クラシックフェイスキット施工済みのお車、こちらご紹介させていただきます。はい、ではまずこちらのフェイスキットの方からですね、トゥートエンブレム取ってスムージングしているのと、もう丸めヘッドライト乾燥済みで、それに合わせてのカバーですね。で、フロントバンパーマットブラックで塗装しているのと、こちら RE クラシック専用トヨタエンブレム色のグリルですね。こちらすべて当店で施工させていただいております。はい、でフェイス周りのトヨタのメーカーオプションですね。まずこちらセーフティーセンス、パノラミックビューモニター、そしてフェイスが変わっているんですけれども、しっかりパーキングサポートブレーキもついております。なので安全装備はご安心ください。でこの下 LED フォグランプ、こちらもすべて装備しております。はい、で横回りですね、まずドアミラー、ドアノブマットブラックで同じような形で塗装しております。でこちらのお車、車高の方なんですけれども2インチローダウンしておりまして、純正よりも5センチぐらい車高低くなっております。なので運転席、助手席乗り降りしやすくなっております。でプラスでこちらのフレックスオリジナルのオーバーフェンダーマットブラック、こちら取り付けすることによって2インチよりも下がった印象に見えることができます。でタイヤホイールなんですけれども、タイヤがクラシックオーバルオーレンカウンターで、ホイールがフレックスオリジナルのパウ、こちら16インチセットで入っております。はい、でリアのメーカーオプションですね、まずデジタルインナーミラーのカメラで、リアバンパーマットブラックで塗装しております。でもちろんパーキングサポートブレーキ、こちらもついております。はい、で続きましてこちらですね、こちらフレックスオリジナルのクラシック LED テールランプとなっております。でスーパー GL リアガーニッシュトヨタエンブレムハイエースロゴ、こちらすべてマットブラックで塗っております。では荷室のご紹介ですね。はい、まず荷室の方がこちらフレックスオリジナルのベッドキットですね。こちらタイプ2のモデルになりまして、この茶色のノットレコード生地、ごめんなさい、ノットレコード生地のものでつけております。でこちらのベッドキット4枚分割式で、取り外しが簡単にできるのと、こちらの手回しネジで高さ5段階に調整できますよっていうベッドキットになります。はい、でダークプライム2なので、天井や横回りのサイドピラー、サイドトリム、こちらすべて黒色で統一されております。でリアゲートにはイージークローザーもついております。でこちらの車両、両側手動のスライドドアで小窓両方ついております。で後ろセカンドシートと運転席と助手席、こちらもノットレコードの生地でシートカバー取り付けしております。
はい、でフロントナビ、こちらカロッツェリアの新作のナビですね。9インチのあのナビとなっております。フローティングのナビですね。でバックに入れると、こちらバックモニターの映像とパノラミックビューモニターの映像両方出るようになっているんですけれども、こちらボタン一つでバックモニターオンリー切り替えもできるようになっております。でこちらデジタルインナーミラー、リアゲートの上のあのカメラの上から映像が流れておいて、こちらのレバーを押していただくと簡単に鏡面モードに切り替わります。でもちろんステアリング周りのスイッチ、助手席エアバッグ、 100V コンセント等々も全てついております。でナビ周りのパネル、ハンドルとシフトノブですね、こちらもダークプレミアオリジナルのものとなっております。はい、いかがでしたでしょうか。パールホワイトの可愛らしい RE クラシックガソリン肉、当店入稿してきましたので、気になった方はぜひお早めに当店の方までご来場、お問い合わせの方お待ちしております。では今回はこちらで以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。